ドにお越しの皆さん、全農カップ第3位に輝きました佐藤仁美選手のインタビューです。佐藤選手、この第3位という結果はどう受け止めていますか？そうですね、お昼の試合をまず準決勝を負けてしまって、まあ、そこはすごく悔しい気持ちがあったんですけど、まあ、今日は絶対に2試合戦うということは決まっていたので、まあ、負けても絶対気持ちを切り替えてやるんだという気持ちで今の試合に臨めて、勝ててまず少しほっとしています。この試合では非常に安定感のあるプレーでストレート勝ちを収めました。ご自身でどう振り返りますか？そうですね、ストレートで勝ったんですけど、1セット1セットはすごく苦しいところもありながら、こう我慢しながらチャンスを伺って攻めていくような試合だったかなと思います。先ほどお話もありました準決勝でも佐藤選手らしい粘りのプレーが見られましたが、ご自身ではどう振り返りますか？はい、自分のプレー自体はすごく良かった部分もあったり、すごく手応えもあったんですけど、結果やっぱ負けてしまって課題の残る試合になったんです、なったので、まあ、ここからさらに強化していかなきゃいけないなと思っています。パリオリンピックの選考ランクは現在8位で、この3位で80ポイント加算されました。この後の試合はどう戦っていきたいですか？はい、本当に自分は下から本当に追いかけていく立場で向かっていくだけなので、本当に全力で挑戦する気持ちで掴み取りたいなと思います。第3位に輝きました佐藤仁美選手でした。拍手をお送りください。